俺たち似た者同士だと思わないか？ルールを作る側のヤギ界とルールを破る黒ヤギ、どっちになりたい？強靭な集団の中にいるただ一人の正常者、お前にとって彼は正常か、それともただの異端者か、考えてみろ。ヤギ界は世界の断りじゃない。奴がいなくなれば世界は黒ヤギを受け入れてくれる。加害者と被害者のカテゴリーをなくすことができる。行こう。これからよ。チャンスはあるはず。これも音の力ね。響け。任せてください。気をつけましょうね。よっ。日向ごっこの時間ですよ。えい、バイオミメティクス。行くよ。光よ、前。これも音の力ね。残響祭神秘へと至る道。